はい、こんにちは。今回はね、こちらの方を、まあ、入手したんですが、これは、ボトワといえばガチャガチャの軽トラで300円なんですが、そのところをおさらにお安くいたしまして、55円で提供しますという感じで、リサイクルショップで55円ですよ。そんな値段で売るとはけしからん話なんですが、まあ、55円でけしからん値段で売ってたんですね。でそれでまあ即買ったんですが、まあ、55円はねえだろうとね、個人的にはそう思いますよ。100円もいかないような値段だから、もうちょっとですね、多分55円で売っていたということは、まあ10円で買い取るのが好きだから大手は、だから10円で買い取りましょうつって、10円で買い取って、そんで55円でつって、55円で買うよう買えるようなものでは申し訳ないぐらいですよ。本来だったらもっと高くていいんですよ。300円だろうか500円だろうがね。だけどそれで55円です。ね。で、それでまあこうやって買ってきたわけなんですが、まあ最近のね、軽トラってのは、今ほら、こういう軽トラで使うようなお仕事、例えばまあ農家の人だったりとか、漁業の方だったりとか漁師の方だったりとかね、で今そういう人たちのこう後継ぎっていうのが非常にこう時代とともにやっぱりもう若者時代がもう貴重な存在になってきてるから、もう少なくなってきちゃってるんですね、その後を継ぐ人が。でそれでなんとかその軽トラ業界なんかもね、やっぱり自動車業界なんかもそういったあの若者にやっぱり仕事を楽しく仕事してもらおうということで、まあ例えばこういう軽トラなんかを、昔はそれこそ一昔10年ほど前ぐらいだったかな、一昔前まではまあ軽トラっていうと灰色とか、もう白とかね、まあ、ほんと地味な色しかなかったわけよ。でほんと地味な色でしかなかったんですけども、最近の軽トラはカラフルになりまして、黄色があったり、こういう風な黒があったり、オレンジがあったり、ピンクがあったりと、もうおしゃれになってきたんですね。でそうすることによって、今まで軽トライコール地味っていうイメージが強かったものが、軽トラでも明るくなり、そして、昔の軽トラって狭かったんですが、まあ、今の軽トラは軽自動車が革命が起きて、軽自動車もどんどんこう広くなってるんだよね。例えば荷台の後ろの屋根をこう高くしたりとか、横幅、最近のキャリーだと横幅がちょっと広くなったんですね。でそういう風にしたりして、すごくやっぱり苦労してるわけですよ。でそれでまあそういうところも言うということで、最近はそういう軽自動車っていうのが広まってきてるんだけども、ただね、やっぱりどうしても軽トラっていうと荷台がやっぱり普通車の、例えばサニートラとかハイエースのトラック、ハイエースのトラックとかサニートラックとかね、あとはタウンエーストラックとか、まあ、ああいったものに比べたら荷台が狭いわけよ、うん、どうしてもやっぱり軽トラってのは小回りとかは効いて便利なんだけど、荷物をいざ積もうとなったら本当にね、ちょっと何往復もしない、3回か4回ぐらい往復しないと荷物がそんな積めないっていうところがあるんですね。ただまあちょっとした荷物程度であれば、といってもまあちょっとした荷物程度であればね、軽トラでまあ十分できちゃうわけですよね。だから例えば、リサイクルとか、ああいう骨董だとかだったらば、まあ大きなところだとちょっと軽トラじゃきついかもしれないけど、まあ個人、半分個人でやってるようなね、中小企業のところでやってるようなお店屋さんだったら、まあ軽トラで十分になっちゃうわけよ。もうそれだけで積んで持ってって走ってやれば、まあ、それだけで十分なんですよね。で私は聞こえてきてはあんまり軽トラってあんまり個人的にはあんまり好きじゃないんだけども、あの荷台がほらやっぱり荷物積もうとなったらやっぱりちょっと限られちゃうからね、なんだけど、ただ最近軽トラも多種多様性になってきて、例えば最近はこうやってガチャガチャが進化してるから、あのクオリティなんかがね、ですからこう最近だとスズキのキャリーというのが新しくまた出て、でそんでキャリーの軽トラが出たんですよ。でそこにジャンボっていうのがね、まあ、出てきた。まあこれはちょっとサンバーとはちょっと関係ない話になっちゃうんだけども、まあジャンボってのは何かっていうとですね、
まあ、名前自体すっとぼけてるんだけど、まあ、大きいって意味なんですよ。でここが大きいってのはここの荷台の部分ですね。本来はこれが軽トラの姿なんだけど、ジャンボっていうとここに窓ガラスがあってもうちょっとこうポコンとこう長くなったよね。その分普通の軽トラと比べたら荷台が狭くなっちゃうんですね。で、まあ、ある意味そこがちょっと昔は問題だった。昔はってどういうことかっていうと、昔ダイハツ30年ほど前にダイハツのハイゼットっていうのがあって、でハイゼやっぱり同じジャンボっていう名前でね、ハイゼットジャンボっていうのを出したんです。でこれが一時若者たちに流行ったんですね。でそこのハイゼットジャンボの上に例えばスキーキャリアをこう立てかけたりとかしてね、でサーフボードを立てかけたりなんかして、それがおしゃれだっていうんで、でしかもジャンボにすることによって、大体基本的に軽トラっていうのは前後にこう、まあトラック、普通車のトラックなんかもそうなんだけど、前後にこうシートをリクライニングができないんですよ。前に倒すこともできなければ後ろを下げることもできない。だからちょっと自分みたいな背の小さい人間がですね、軽トラ乗るとですね、ちょっと運転しにくいんですよね。座席がもう固定しちゃってるから、それでもこの何て言うのか、前にも倒せない、後ろにも倒せない。ところがこのジャンボっていうのがあった時に、ダイハツの場合はですね、ダイハツの軽トラ場合はそれで初めてジャンボっていうのを作ることによって、後ろにこうにリクライニングができたり、ちょっとシートの層を何しろこう倒せるようになってる、ちょっとした倒せることができるようになったんですね。でそれによってちょっと快適な空間ができるよと、まあ言ってみればちょっとした参考としては、やっぱり普通車のトラックだと例えば4トントラックとかだと、ほら、もっと大きいやつかな、もっと10トン近くやつとかで、でかい大型トラックだと後ろの方がほら寝れるようになってるじゃないですか。だからああいう感じのやつですね、まあちょっとしたキャンピングカーみたいなにも使えるよみたいな、あんな感じのやつですよ。だからああいった感じで、まあ、作ったわけ。そしたらそれがシッとしたのね。じゃあハイゼットジャンボっていうのが、鈴木キャリーのキャリージャンボっていうのが出たんだけど、じゃあスーパーキャリーのジャンボと何が違うかって言ったら、要するにまあ後ろの荷台をジャンボにしてしまうと、通常の軽トラとパッと見た感じでは同じような長さに見えがちなんだけど、まあ軽トラってのはもともと荷物を積む部分が少ないですから、でそこに少ない部分にさらにジャンボにしてしまうと、まあ後ろに本来で考えれば後ろに荷物が積めない、積めるスペースがもっとさらに限られちゃうわけです。ところがね、キャリーは考えたんです。鈴木は考えた。ケチ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 したですね、ケチ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 した鈴木の会長は考えたわけですよね。会長さんはもう鈴木のキャリーっていうとですね、まあ昔から鈴木っていうとアルトっていう車を出して、それが37万円でしたかな、すごい安くしたんですよ。でただですら軽自動車ってさ、維持費が安いわけよ。車検代も安いですよ、自動車税も安いですよ。ところが鈴木のあの会長は軽自動車大好きなもんですから、もっと軽自動車を広めるんだって。当時軽自動車は普通車のまあ税金タイプもあったんだけど、いやこれだとさらにもっと安くできるはずだって、商用車にしちゃったんですよ。で商用車タイプのアルトっていうのを作ったから、これが爆発的に受けたってわけね。ただその代わり質素なんですよ。クーラーなんかいらないと。でステレオ、昔はカセットテープなんかガチャって入れるというのがステレオがあったんだけど、ステレオなんかいりませんと。そんなものはいらないんだと、ね、もうとにかく安くて丈夫であればいいんだと。でそれでそういうのを出したら、あると47万円つって、新車が47万円で買えるつって大ヒットしたわけよ。まあ今の時代じゃね、ちょっと考えられないですよね。今の時代じゃ音楽も聴けねえし、クーラーもない車なんて考えられないんだけど、当時それでも大ヒットしたんですよ。で鈴木の会長はそれだけだから、やっぱり自分の自宅で乗り回す車も、まあ本来は会長さんクラスとなればさ、
センチュリーとかクラウンとかあんなでかいの乗ってそうなイメージがあるんだけど、うちは軽自動車のメーカーなんでつって、そういうところは偉いですよね。あの会長さんでも決してそういう威張り散らす、ちょっと威張ったような車には乗らないと、もう軽自動車でいいんですつって、軽自動車で乗ってるんですよね。あの鈴木だって木差っていうね、あのちょっとちっちゃかめの普通車があることはあるんだけど、ああいう車は乗らないんです。もう軽自動車でいいんだつって、軽自動車だで、それだけやっぱ軽自動車というものをえらいこだわってた人なんですよ。でそれでその会長さんの顔人はね、ほんと古だらけなんだよ。もう見た感じ通り古だらけなんだよ。でそれであの古だらけのあの会長さんはもうあれなんですよ、もう今度は鈴木の、なんていうんですかね、こう車あの作った時にキャディっていうのがねあって、昔あのトミカの方でもあのラーメン屋っていうのがあって、豚キャディって呼ばれたの。それが豚さんみたいな顔してるから豚キャディ豚キャディって言って親しまれてたんだけど、その豚キャディのあのところのあの時になんと荷台がスライムできると、要するに上に上下にあの運転席を上下に変えたりできるっていう、これが当時としては画期的だったんですけど、まあそれをやってのけたんですよ。で過去にキャディというものはそういうことをやってのけたことがあったから、じゃあ新型のキャディはもっと軽自動車の幅をもっとこれでもかっていうぐらいもう横幅をギリギリ広くしたんですよ。で、それでまあ成功したのがワゴン R とかね、あれで高ギリギリの高さでギリギリの横幅で成功したんだけど、まあ、さらにそれをもっと限界にしてしまおうって言ってキャリーがもっと限界に広々にしちゃったんだ。だから新型のスズキキャリーに乗ったことありますけど、新型って言っても、まあ、今ちょっと新しいのになったからもうちょっと1個前かなに乗ったんだけど、横幅が広いのなのね、あれね。でそんでもうびっくりしたぐらいなんですよ。でそれでまあそういうもう横幅の広さにも自信を持ってたわけよ、新型のキャリーで。でそれだけだってまあ素晴らしいことなんですよ。だけどそれをさらにジャンボっていうものを作った、要するにかつてのハイジェットとが作ったようにジャンボっていうの、ただダイハツの軽トラとは違うよっていうのは、ジャンボをこのように作りました。でも普通に作ってしまうと、中は白くなります、後ろの方が白くはなるけど、でも荷物が積めなくなるだろうと。例えばホームセンターで買ってきたような、畳だとかベニヤ板とかね、あとは物干し竿とかそういったものを積めねえじゃねえかということが出てきちゃうわけですよ。ところが鈴木のケチケチした古だらけは考えたわけですよ。ここに荷台にここにすることによってここを、パカンとこう開けるんだと、ね、荷台のところをこうパカンと上に開けて、開けることによってそこに畳が入るでしょうと、横にスッと入れれば畳が入ります、あるいは物干し竿が入ります、そういったベニヤ板が入ります、要するに長めのものが入るわけですよ。で 横幅ももう本当のこういう通常の軽トラと何も同じにしてるわけだから、ここにジャンボにしてそこに扉をこうポコンとこうつけてるだけですから、まあそこでパカッと開ければスッと入る。でその入るところがそのちょうどそのなんていうんですかね、運転席にちょっとぶつからない程度のところにスポーンとこう入るような構造になってるんですね。だからな確か中のジャンボだと中の床が一段ちょっと高くなってるかなと思うんですが、まあ、そういうふうにすることによって、そのジャンボならではのそのちょっとした犠牲になる、本来だったらちょっとした犠牲になる荷台を広くすることができたと。それをやってのけてしまったんですね。ですからあのスズキキャリーのジャンボっていうのは人気が出たんですよね。だからもうそういうふうに軽トラってのはものすごい進化してるんですね。だから本当に昔は本当に大昔の軽トラって言ってれば10年前だ20年前の軽トラなんですからね、もう荷台にもあの中が狭くて
中が狭くてさ、でそんでリクライニングはできねえわ、で中は狭い、リクライニングはできない、とてもじゃないけどおしゃれとは言えないような、もう地味な移動しかない、もうほんとおじいちゃんだみたいな、もうおじいちゃんはこれ系とらいいんだよみたいな、もうそんなもう昔のおじいちゃんみたいな、もうそんな地味地味おじいちゃんみたいな乗る車みたいな、もうそんなおじいちゃんカーしかなかった。ところがですよ、最近のおじいさんもおしゃれじゃなきゃいけないとね、お年寄りももうどん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 ね、新しいものが手に入ってきた、同時にやっぱりお年寄りも地味というよりはやっぱりはちょっとでもあんまりド派手でもちょっと謙遜するから、まあ少しぐらいやっぱおしゃれがおしゃれ感出してもいいんじゃないかというふうになってますね。だから最近お年寄りもやっぱおしゃれになってきまして、昔はおせんべいなんか食べたことないんだっていう人が今ケーキ食べたりとか、普通にファミレスで行ってハンバーグ食べたりとかするんですよ。これ昔のお年寄りだったらちょっと考えられなかったですよ。20年前とか30年前のお年寄りじゃちょっと考えられないよ。ハンバーグなんて、また私はそんなにしゃれたもんなんか食べないわみたいな。ところが今のお年寄りは食べるんですよ。ハンバーグ食べるんです。ね、ケーキを食べるんですよ。ね、コーヒーだって飲むし、ね、紅茶だと飲めるようになったんですよ。まあそれだけやっぱり入れ歯自体もね、非常にこうしっかりしてきたっていうね。入れ歯もいろんなものをおいしく食べられるというふうな進化したから、昔は入れ歯はね本当にもうあれですよ、すぐ剥がれ落ちたりとかですね、あとはもう本当に食べ物を食べてもおいしいって感じなかったらしいんです。ところがもう最近はそういったものですごい進化した、だからやっぱりそういうふうになってきてるから、やっぱり軽トラだってやっぱり進化しなきゃいけないということで、軽トラも荷台が白くなり、色もおしゃれになりね、でまたはたまたジャンボっていうものも久しぶりに出てきたと。でこれなんです。だから今のお年寄りもやっぱりね、もう地味なお年寄りはやめましょうと。これからは派手なお年寄りになりましょうみたいな。おしゃれなお年寄りになったわ。でだからあれなんですよ。だからもうね、最近お年寄りだからと思って地味な車に乗ってやってくるだろうと思ったら大間違いな時代になってきて。ね。最近のお年寄りはね、派手な車乗ってやってくるみたいな。こういう黒い軽トラになってやってくるしね。ピンクだろうが、オレンジだろうが、ああいう軽トラ乗ってやってくるからね。だからやっぱりこういうふうにね、進化してるんですよ、軽トラも。なんかこうやって、これはサンバーですけど、サンバーなんかも非常によくできていてですね。びっくりしますよ。ね。でサンバーっていうのは昔からその赤帽が使ってる、長らく使ってるぐらいですから、なんて何でしょう、30万キロ持ったって言ったんですからね、30万キロ、40万キロ平気で持つってぐらいなんだから、ちゃんと定期点検を受けて、定期点検を受けたらね、30万キロ、40万キロ持つって言って、でそれだけやっぱり長持ちするんですよ、このサンバーっていうのは、キャリーとかそういうとハイジェットの負けず劣らず。で、サビに強いっていう。しかも耐久性だと。だから、なんか、いつ頃だか知らないけどね、農道を走るポルシェだなんて言われたぐらいですよ。だからもう、それだけやっぱりサンバーというのも強いエンジン積んでですね。で、昔、剛力サンバーなんてのもありましたけどね、ああいうふうにもサンバーはもうだんだん進化するために、どん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 耐久性も進化して、どん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 強くなった。ただ、スバルが一番弱点があるんですよ。スバルにとって悲しいかな弱点があるのね、他の軽トラと比べて一体何が弱点があるかって、オイルが漏れる、ガスリンが漏れる、おもらししちゃうんですよサンバーは、ね、サンバーはねそれこそねおもらしするんですよ、ね、おむつでも おむつを履かないとダメだってぐらいおもらしするんだよ。だからサンバーはね尿漏れがすごいんだよ。だからあれなんですよ、もうサンバーはオイル漏れだから、人間で言ったら尿漏れですよ。もうサンバーはもうオイルが漏れたりとかですよ、ガソリンが漏れたりとかね、とにかくお漏らししちゃうんですよ。ですからもうそれが唯一のスバルの欠点なんですね。だから昔私サンバークラシックってすっとぼけた可愛らしい車乗ってたんですけども、
あれはワゴンの方でしたよね。ただやはりサンバーってもうっていくとですね、あ、これちょっとあれですね、オイルが漏れていますねって。でびっくりしたんだけど、オイルが漏れてて、これオイルちょっと漏れないようにしないといけないですから、まあ、全部ひっくるめて車検に出すとこれ20万ぐらいかかってしまいますね。え、軽自動車で20万車検払うんですかみたいな、もうそのぐらいになったことがあったんですよ。だからもうそんなにかかるんだなと思って、そんなに20万も車検にかけて、軽自動車で20万も車検かけるんですから、いいわっつって、それで違うやつとかエルグランドから急にでけえやつ買っちゃいましたけども、もうそれだけやっぱりね、サンバは唯一の泣きどころよ。弁慶の泣きどころと同じですよ。こんだけ強くてですね、弁慶も強かったんだから。ただ弁慶も膝だけはちょっと弱かったのかな、聞いたことあるんだけど、まあサンバもですね、サンバも泣きどころがあってですね、オイル漏れとかガソリン漏れには弱いんですよ。サビがね、そういったところのサビが弱いんだ、耐久性が。だからサンバを自動取り使う方は十分気をつけなきゃいけないのは、もうそのオイル漏れが激しいから、オイル漏れとかそのガソリンが漏れてしまうから、そこを修理した上で、でそれを定期的にやっぱりチェックしないといけないですから、でそれでまあ走るということです。ですからサンバってのはどこの農家でもサンでもね、漁師の方でも走ってるんだけど、ただお漏らしする車だから、それが唯一おっかねえとこなんですよ。そこはスバルなんだからね、ちょっとさ考えてくれよと、自動車メーカーなんだからって。これはある意味スバルのメーカーの欠陥の部分じゃないかなって私は思うんですよ。スバルならではのメーカーの欠陥だなと思うんだけど、その結果いい加減直してくれよって思うんだけど、まず車が丈夫でなきゃ、安全でなきゃいけないもので、車に対してオイル漏れするとかガソリンが漏れするっていうのはちょっと通常じゃ考えられないんだけど、昔あった昭和時代にあったアクティっていうのもあったんですけど、ホンダのアクティもね、昔昭和時代のアクティはガソリンとかオイルが漏れちゃったらしいんですね。でそれでもうそういう欠陥があったらしいんだけど、まあこのサンバーっていうのも残念ながらお漏らしするんですよ。だからね、もうパンパースをつけてくださいみたいなぐらいのものですよ。ですからそれぐらいがないとですね、お漏らししてしょうがないんだよ。だからもうそういうのをもっとサビ対策ですね、そういったところをもっと強くこう作ってほしいなっていうようなのが唯一の欠点である。だからサンバーっていうのは一見すると良さそうな車に見えるんだけど、良さそうだと他の点では良いんだけど、ただ漏れが出るっていう、そういう恐ろしさがある。だからそこのところだけはもう十分気をつけて、使わないと危ないんですよね。ただ燃費だとかそういったところとか、燃費だとか荷物はたくさん積めるし燃費もいいし、まあ距離数だって30万キロちゃんとメンテナンスしてれば30万キロ40万キロ平気で持つみたいだからね。だから長年赤坊としてはサンバーにこだわってずーっとサンバー作ってたんだけど、ただメーカーであるスバルのメーカーである車メーカーが自体がもうサンバーって車も作らないと、まあ自主的には全く作ってないってわけではないんだけど、 OEM 提供されちゃってダイハツのハイジェットと同じ顔にしちゃったのね。だからダイハツのハイジェットと同じ顔にしちゃったから、もうサンバー独自の軽トラというのはもう作らなくなっちゃった。それが悲しいとこですよね。だからもしスバルがまたサンバーを復活させるとなれば、やっぱりそのオイル漏れの部分、オイル漏れの欠点という、まあそれは素晴らしい全体に至ってることなんだけど、そのオイル漏れとかガソリン漏れの部分をなんとかしてほしいなというところにはあります。ただこれよくできてますよ、本当に。最近は軽トラブームなんだか知らないけどね、軽トラのミニカーが次々とね、ハイジェットが出てきたり、キャリーが出てきたり、こういうのがあってね、ハイジェットもあるんですよ。昔はダイハツのディーラーで行ってもらえるよっていう、もらえるのか買えるのかちょっと細かいところまでわからないんだけど、そういったミニカーがあったわけよ。トミカよりちょっとでかいぐらいかな、のがあったんですけど、まあ、そういったなので、
まあ、軽トラっていうのも集めてみると、まあ、面白いし、何しろ軽トラとかでよくどこに行ってもやっぱり間近で見るもんだから、そういったところがいいなというところです。話が長くなりましたけどね。どうもありがとうございました。